皆さん、こんにちは。まいこです。今日は生徒さんからご質問いただいておりますので、お答えしていきたいなと思います。皆さん、英語学習どうですかね？進んでますかね？なんか途中でやっぱり、これどうしたらいいんだろうって思うことってあると思うんですよね。今日のお悩みに関しても、いろんな方の参考になるんじゃないかなと思いますので、お答えしていきたいと思います。日々の生活の中でできる効果的なトレーニング法があれば教えてくださいということでした。ありがとうございます。日々の生活の中でできるトレーニング方法っていっぱいあるんですけれども、結構質問がね、何を頑張りたいのかが書いてなかったので、例えばね、TOEIC とか英検とかだったらまた全然違う答え方になるかなと思うんですけれども、全然違くもないですかね。言っといてなんだって感じですけど、英会話ができるようになりたいみたいな感じなのかなと思って、ちょっと想定してお答えしていきますので、もしちょっと英検の何級の対策でとかっていうんだったら、ちょっと答えずれてるかもしれませんが、はい、英会話という感じでお答えしていきますね。日々できるものっていうのは、インプットとアウトプットはやっぱりバランス重要かなと思いますので、どっちかだけではなくて両方とも入れるといいです。で、それを回転させていくって感じですね。インプットアウトプット、インプットアウトプットっていうのをぐる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 回転させていくことで定着していって、英語力もどん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 上がっていきます。で、例えばインプットは何があるかっていうと、単語を覚えたりとか文法を確認したりとかもそうですし、知識をね、フレーズを入れていくとかね、そういうことがインプットになります。英会話ができるようになりたいなと思って、会話の練習だけしかしてなかったら、もうずっと自分が知ってる単語でしか会話しなくなっちゃいますね。で、文法もそうですし、フレーズもそうですし、ですのでやっぱり新しいものを入れていかないと、相手もね、同じ単語しか喋らないってことはありえないので、新しい単語も入れていかないとなかなか会話が難しくなります。ということで、単語は必須かなと思います。新しい単語を覚えるっていうのは入れた方がいいかなと思います。最近はもうアプリで簡単に、もう無料のアプリでもだいぶ活用できますので、そういうのを活用なさって単語力アップさせていくのがいいかなと思います。あともう一つ、インプット、音読練習とかですね、もう台本見ながら音読を読んで、こう単語、フレーズ、文法など確認したりとか、あとは読む練習をすることで、スピードになれることもできますし、発音とかイントネーションになれることもできますので、会話力にもつながります。そしてスムーズに読めるようになると聞き取りやすくなるんですね。これがすごいいいですよね。このメリット、音読のメリットですけれども、ですので、こう話す練習をしていることでリスニング力もアップしていきますし、いろんな知識もね、蓄積していくことができますので、ぜひ取り入れてみてください。そしてできるアウトプットですね。日々取り入れやすいアウトプットは、アウトプットっていうと英語を話すっていうことだけって思ってる方いらっしゃるんですけども、これは書くこともアウトプットの一つです。ですので、英語の日記を書いてみるっていうのも一つかなと思います。すごい長い日記書く必要ありませんので、自分が心地よい程度で大丈夫です。まずは最初は3行2記でやってみようかなとか、そんな形でスタートするのもいいと思います。最近ではチャット型のね、 AI が発達していますので、チャット GPT とかいろんなものありますので、そういうので自分の書いた日記を添削してもらうっていうステップも簡単に入れることができるようになりました。これも無料で活用できますので、こういったね、チャット型の AI とかを活用して、自分の英文が合っているのかなとかっていうチェックも気軽にできますので、よかったら取り入れてみるといいんじゃないかなと思います。そして、書くことだけは嫌だな、話してみたいなという方は、やっぱり英語のレッスンを受けるとか、あとはもうネイティブのお友達作る、もしくはアプリなど、最近ね、 AI がもう発達してますので、アプリで会話をするっていうことも可能になりましたね。ですので、そういったサービスとかも検索してみて、ご自身に合ったものっていうのを見つけてみて、日々の生活に話すっていうステップも取り入れるのもいいんじゃないかなと思います。無理のね、ない程度にいろいろやってみてください。ただ重要なのは、インプットとアウトプットの両方は取り入れて回転させていく。これは心がけてみてください。はい、それでは参考になったら嬉しいです。こちらのチャンネルでは、これからも英語が上手になりたいなと思っている皆様に役立つ情報を提供していきたいなと思っております。プレゼントなどもご用意しておりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。 Thanks for watching. Bye bye.